こんにちは。はこんにちは。い、はじめまして。東京大学工学部の清掃担当の千半ギネサムテアと申します。よろしくお願いします。はい、じゃあ、最初に自己紹介お願いしてよろしいですか？はい、いいです。こんにちは。本日にお面接をいただき、誠にありがとうございました。はじめまして。ブレッドリー・ハレンダと申します。ブレッドリーを呼びください。インドネシアから参りました。私は19歳です。私は3人兄弟の長子です。家族はインドネシアに住んでいます。子供の時、家族と日本へ行くことがありました。その時、日本はとてもいい場所だと思っています。2023年に高校を卒業しました。高校2年生の時、機械工に興味がありますので、日本で機械工が一番いい大学を調べることになりました。日本の選ぶ理由は、日本のテクノロジーは世界中に一番いいと思いますから。それとも卒業後で大学に入るための準備をしていました。高校2年生からインターネットでオンラインで日本語の勉強をしていました。1年ぐらい日本語学校で、日本留学試験を準備にしていました。日本でもオンラインで日本語を勉強し続けています。日本留学試験に物理学と化学と日本語を受けるになりました。工学部に入りたい理由は、機械工の勉強を深くしたいと思っています。そして、社会で使われる機械を作るために、東京大学の入りに受けられたいと思っています。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ということですね。じゃあ、ブラティさんは、機械工に、興味がありますね。じゃあ、次の質問は、高校生の時、機械工に興味があったと言いましたね。それで、どうして機械工に興味がありましたか？理由とかありますか？はい。高校生の時、理由は、子供の時、初めのプレゼントは、パソコンです。両親が、くださいました。そして、パソコンはとってもいい機械だと思っています。それとも、高校生の時、テクノロジーが好きですから。それで、機械の興味があります。以上です。はい、そういうことですか。じゃあ、機械に興味があって、それとも、高校の時ね、高校に機械についての科目とかお勉強ありましたか？はい。高校生の時、いろいろな科目、機械について、勉強しました。例えば、物理学と、化学です。以上です。わかりました。じゃあ、次の質問なんですけれども、日本語、日本語学校についてですね。じゃあ、日本語学校で、どうでしたか？それに、その1年ぐらいで何を習いましたか？はい。日本語学校で1年ぐらいに、
初めは大変でしたが、楽しかったです。いい先生、優しい先生と楽しい友達に会えることができますから、日本語が上手になりました。以上です。わかりました。じゃあ、日本学校で、日本語以外にですね。じゃあ、何を習いましたか？なんか、日本の文化とか、習ったことがありますか？はい、他のことは、友達は、友達が日本の生活について教えてくださいました。特にはありますか？どんな日本の生活とか。特に、日本の料理です。それはありますか？特日に本、は、どんな料理ですか？例えば、ラーメンと、カツ丼と、寿司です。ということですか。じゃあ、日本の生活についてなんですけど、まあ、ブレディさんはもう1年ぐらい日本にいるということですね。その1年で、アルバイトをしていますか？していません。じゃあ、1年ぐらい、ただ、お勉強だけをしていますね、ということですか？はい、そうです。はい、わかりました。じゃあ、次の質問に、いきますね。じゃあ、どうして工学部を選ぶことになりましたか？はい、機械工学部を決めた理由は、テクノロジーが好きだから。工学部にはオプションがありますが、一番面白いオプションは機械工です。自動車とか、他のテクノロジーのこと、に興味があります。そして新しいデザインと発明がとっても面白いと思っています。機械工では、たくさん仕事があって、エナジーとか自動車とか工場とか宇宙のテクノロジーとかです。機械工の経験があったら、将来にテクノロジーのことで参加することができます。はい、以上です。はい、わかりました。じゃあ、そのいろいろな、こうについてですね。一番、面白いは、ブラティさんに機械についてということですね。はい、わかりました。じゃあ、機械工を決めた理由は、なんか具体的な理由は何ですか？はい、機械工を決めた理由は、テクノロジーが好きです。それで、機械について、宇宙とか自動車とか、いろいろな機械を勉強することができます。以上です。はい、わかりました。じゃあ、高校生についてんですけど、高校で、学部？すみません。学部じゃなくて、クラブですよね。に参加したことがありますか？学校のクラブ活動ありますか？はい、ありました。例えば、高校の時、高校生の時、バドミントン部を参加していました。バドミントンですね。じゃあ、
スポーツ部ということですね。じゃあ、サイエンスの科学、活動に、なんか、参加することがありますか？高校の時、サイエンス部活動を参加していました。例えば、2020、高校2年生に、2021に、科学のコンテストを参加していました。あ、そういうことですか？ 2011 年ということですね。そうはい、です。その時、科学大会に参加することがあって、まあ、その時は、勝っていましたか？はい、勝ちましたか？勝ちましたけど、2位を取ったことがありました。お、2位。どうですか？それはすごいことですね。はい、いいですね。じゃあ、学校の時は、その科学の中で、どちらが一番好きですか？科目については。一番の科目が好きは多分数学です。数学数学です。ですか？はい。おー、いいですね。数学は。数学は、難しいな科目だと言われましたけど、ブラッディさんにとって、いいことですか？数学は。数学は楽しいと面白いと思っています。楽しい科目と思いますね。はい、そうです。はい。わかりました。じゃあ、次の質問なんですけれど、日本についてですね。じゃあ、大学以外の理由は、レッドリーさんに、どうして日本に来ましたか？はい。子供の時、日本へ行くことがありました。そして、その時、日本はとてもいい場所だと思いました。高校生の時、機械の興味がありますから、機械工が一番いい大学を調べることになりました。東京大学に、入ることにしました。それから、日本へ来た理由は、日本の大学を留学したいです。お、世界中で日本は一番行きたい場所という意味ですか？はい、そうです。はい、わかりました。じゃあ、東京大学ですよね。まあ、研究者がたくさんいますね。まあ、研究のことは、ブラディさんにも、とても興味があって、ブラディさんなら、なんか、機械を作りたいと思ったなら、どんな機械を作りたいと思いますか？はい。役に立ちた、社会、将来に社会で役に立ちたい、役に立つ機会を作りたいです。例えば、スマホと、パソコンと、自動車と、新しい発明を作りたいです。いいです。うん。新しい発明ということですね。じゃあ、自動車とか、パソコン、この中に一番作りたいとは、何だと思いますか？一番の作りたいことは多分新しいスマホです。
新しいスマホ。ああ、ということですか。はい。わかりました。はい。OK。じゃあ、次の、質問なんですけど、はい。もし、東京大学に受けたら、卒業の後で目標とか計画がありますか？それは何ですか？はい、東京大学に受けたら、卒業後で、東京、テクノロジーの会社を勤めたいです。そして、お金と経験があったら、自分のテクノロジーの会社を作りたいです。以上です。はい。テクノロジーの会社を作りたいという意味ですね。じゃあ、その会社は、なんか、携帯の会社を作りたいですか？はい、そうです。はい。じゃあ、どんな携帯を作りたいですか？今までは、いろいろな携帯がありますね。なんか、新しいものは、どんなものが、この新しい携帯に入るのが説明してもらえますか？はい、新しいスマホは新しいデザインと強くグラフィカードを発明したいです。ですから、自分の作るスマホは社会で役に立ちたいと思っています。はい。役に立つの携帯、スマホを発明したいと思いますね。はい。それはいいことですね。じゃあ、次ですよね。ベルディさんの趣味について説明してもらえますか？私の趣味は、スポーツです。例えば、バスケットボールとバレーボールと、一番好きなスポーツはバドミントンです。そして、時間があったら、ゲームをします。はい、以上ですか？は以上です。い、わかりました。じゃあ、そのゲームはどんなゲームをしていますか？はい。パソコンのゲームです。そこのゲーム、はい、わかりました。じゃあ、バドミントンは今までやっていますか？はい。バドミントンは今までやっていることが、やっています。はい。今までやっています。OK。どういうことですか。はい、わかりました。じゃあ、次は、日本の生活について、説明していただきたいと思います。じゃあ、今まで、もう、この一年ぐらいで、どんな生活を過ごしていますか？はい、1年ぐらいに一番いい日本の生活は多分日本の料理です。日本料理ですか？はい。じゃあ、インドネシアに比べてどんな違いがありますか？日本の生活とインドネシアの生活はどんな違いがありますか？インドネシアの、日本の食べ物は、多分インドネシアより辛いです。日本の食べ物はインドネシアの食べ物より辛いと思いますか？はい。あ、そうですか。そういうことですか。これ初耳です。じゃあ、日本の料理は辛いと思いますか？ブラディさんにとって。
インドネシアの料理は、とっても嫌いと、いうこと、いう意味です。インドネシアの料理は辛いという意味辛いです。です。はい。ああ、そうですか。はい、わかりました。じゃあ、料理についてですよね。この、この違いが、もう、また、料理についてということですね。はい、わかりました。じゃあ、機械とか、インドネシアの機械と日本の機械は、ここで、違いがありますか？はい、違いです。インドネシアで新しい機械が全然ありませんけど、日本のテクノロジーがいいと思います。はい。日本のテクノロジーは、もっと良いものと思いますね。はい、わかりました。じゃあ、次の質問なんですけど、あなたを東京大学に受け入れる理由、説明してもらえますか？はい。高校生の時、成績がいいのに一生懸命勉強していますが、特に社会学と物理学です。東京大学に入るのために、留日本の留学試験に成績を取って、大学の勉強の準備をしていました。そして、テクノロジーに興味がありますから、機械工が決めた学科にすることです。私も新しい発明と機械の仕組みが面白いと思います。そして、スポーツの経験があったら、あって、いろいろなスポーツとイベントがしました。やっているスポーツはバレーボールとバスケットボールと一番好きなスポーツはバドミントンです。高校生の時、生徒会長になったことがありました。それから地域奉仕活動とカップ、高校カップをしましたから、他の人と協力するのが得意になりました。東京大学で勉強するのはいい場所だと思っていて、環境と教師がいいですから。社会に役に立ちたいですから、東京大学の機械工が勉強したいと思っています。それの理由から、私が東京大学に入学するべき理由と思います。以上です。わかりました。じゃあ、最後ですね。Okay. 最後の質問について、最後は、ブラディスさんからの自己 PR、お願いします。はい。私の一番の長所が、一生懸命勉強することができます。結果から見られたいい成績をいつも取りました。そして、生徒会長になったことがありました。他の人と協力するのができます。高校の時、いろいろな勝ちました。例えば、差額のコンテストに参加して2位を取りました。そして、物理学のコンテストを私のチームが1位を取りました。そして、スポーツの経験があって、
バドミントンの試合に出て3位を取りました。以上です。じゃあ、それで、最後の質問にします。ということですね。じゃあ、ブレディさん、面接が終わる前に、ご質問がありますか？ありません。い、わかりました。じゃあ、質問なければ、本日の面接は以上になります。はい、ありがとうございました。本日にお面接をいただきた誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。